仮ゲークリア率 1.5% やってまいりましょう。こういうことか。なるほどな。いけるかこれ。怖い。いやー、どうだ。ふっしゃい。いやー、結構むずいなこれ。あいっしょ。あい、ダメー。はい。うわー、ダメか。はい。うわー、いたいたいた。びっくりした。びっくりする。いきなりクリアするわ。はい、どうも、とのまると申します。マリオメーカー2やってまいりましょう。人気ランキング、とても難しい。台に残す 2.07% カラフルパイプ。なるほど。なんか色とりどりの土管の間を縫っていくというコースでございましょう、TJ。踏んで、オンオフ叩いて、こういう、あー、こういうことか。なるほど。右に出して、そうか、さっきすぐに動かなかったからダメだったんかな。すぐ行けば、パタパタが上の方にいるから行けるってことか。ちょっと様子見ちゃった。ちょっと待ってよ。どんぐらい余裕あるこれ。全然余裕なかったな。ちょっと待って。全体的に止まっちゃダメだ、このコース。とにかく、急ぎ目、だ、ここも、トントントンみたいな感じですぐに行かなきゃダメなんだってことか。オッケーオッケー。欲を言うならば中間がいただけるとすごく嬉しいなっていう中間。オッケー。トントンと、あ？あ？生き残ってる。絶対に死んだと思ったけど生き残ってた。こう言って、ん？それ上のやつ叩かなきゃダメだったね。ここに何かが出てくると。ここ間に合うかこれ。あー、叩けた。よっしゃよっしゃじゃ。で、右に出して踏んで、クリボー踏んで、うわ、なんだそのパックに当たったんか。ふん、ちょっと待って、これが微妙に踏めないんだけど。これ踏めた。よっしゃ。なんかあれかな、ほぼ運ゲーで踏めてなかったんだよ、さっきまで。で、何？ Z か。トントントン。うわー、嫌な死に方したな。はい、トン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 トーン。あ、オッケー。ちょっと待って、どか。オッケーオッケーオッケー。よーし、第2中間いただけるとすごく嬉しいなっていう話。何これ？ん？あー、終わりだ、やった。あー、よかった、クリアできた。メットがガン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 ってなってるところ、なんか微妙に踏めなかったんだよね、何回か。まあ、クリアできましたと。12歳が作った80秒スピードラン、クリア率 0.19% やってまいりましょう。はい。はいはいはい。うわ、えぐいな。はい、で、1個持っていくとか全然いらんかったし、これ届かんくね、それ。ん？ちょっと待って。これ、あー、壁があるんだ。さあ、ドア入って何が来る？おっと。さあ、すぐにボム兵が来るよと、オッケーオッケー、対応できたんじゃない、なんとか。はい、破壊。滑っちゃったー。さあ、これで爆破して、なんか上怪しいな、これ関係ないか、こっちは。こっちに行けばよかったってことか。さあ、12歳が作った80秒スピードラン、何度かプレイしてまいりました。この辺が結構ギリギリで怖いんだけども、よいしょ、こんな感じでドア入って、で、こっからボム兵を投げて、ブロック壊して下に行けるようになりますよと。ただね、なんかね、これ上来るじゃないですか。下でピーランやるはずなんだけど、なんかね、入れるんだよ、これが。で、入った結果どうなるかっつったら、いや、もう何なんだよ、これ。いや、多分こっちでクリアしてんだろ、これ。まあ、というわけでクリアできました。ただね、これ、一個言えることとして、別にズルしてるとかじゃなくてさ、ちょっと見てくださいよ。この、詳しく見るで。右上のクリアチェック時間、17秒じゃん。もうこれだよ、このルート。正規ルート多分やってないよ、これ。まあ、というわけでクリアですよ、これで。はい。ドンケツと一緒に散歩ができるコース、クリア率 1.3% やってまいりましょう。なんだこれ。ドンケツ連れてけってこと？踏んで、なるほど。右に押し合って、ドンケツを連れて行って、最後なんか、じゃあ一緒にいないとダメな、なんかがあるんだろうね。あー、ダメだ、押してない。おい、よしよし。で、これ落として、こっちこっちこっち、ドンケツこっち。あー、これうまいこといかんな。さあさあさあ、キラーに当たったら死んじゃうか、ドンケツは。
ここはちょっとうまいこと右に、あ、これキラーで死んじゃう、大丈夫、耐える、あ、耐えた耐えた、よし、キラーで死ぬか。キラーはマリオよっけか、プレイヤーを倒すためにいんのかな。全然右、体当たりしたらでもこっちも死んじゃうからな。キラーでドンケツ死なんっぽいんで、普通にマリオがこっち側で待ってたら来てくれるんじゃない、普通に。よし、これでちょっとずつで真正面から体当たりしたらこっちが負けちゃうから、力負けしちゃうから、フィジカルでこれでしっかりと、あ、ちょっと待って、正面からじゃなくて上からしっかりそのダッシュ版ってどうなるの。ドンケツ、ドンケツも加速する、もしかして。だとしたらめっちゃやりにくいんだけど、どうなる、加速しないな。あれ、ちょっと待って、え、あ、別にドンケツここまで連れてこなくていいんだ、別にもうゴールしていいんだ、なんだなんだ、もっとなんかいろいろあるかと思ってたわまあクリアできましたと。うわ、これやばいかな、これ110秒スピラン、114分の0クリア率 0%、 慣れると簡単です。ちょっとやってまいりましょう。110秒スピードラン、嘘、コイン1000枚以上、やっぱそう。さあ、なんだそのキラー。まあちょっとよくわかんないけど、ここ勢い持ってこういうことだよね。ちょっと待ってえぐいな。こう言って、ちょっと待って、これどうしたらいい、これ。ああ、こんなんでいいのこれ。はい、何、雲、ちょっと待って、なんだこのコース、ちょっとわけわかんねえな、これ。これだいぶわけわかんないコース引き当てたと思うわ。でこれこう言って、これこの辺でまあコインを取っといて、雲に乗って、これこっち行かなきゃダメだよねしかもコインが1000枚最終的にいるっていうことで、これ多分どうせ食らう、あ、ちょっと待って、どうせ食らうからあんまり無理せんでよかったんじゃない。え、なんだよ、え、ファイヤー取って突っ込んだら2回食らえんのかな。もうコインどんぐらい取り逃していいのかにもよるよね、難易度は。でこれはぶつかりつつ、これこうやったら2回食らえる、はい、 OK で、コインをどんぐらい取んなきゃいけないのかと、道をどんぐらい正確にやんなきゃいけないのかの兼ね合いが難しいんだよね。あんまり取れてないけどね、コイン。音を切り替えてこうでいいんかな。時間とコインとコースのもう、とりあえず、でもコースを覚えてしまうのが得策な気はするんだよね。残り70秒。普通にスピランとしても長いしな、110秒って。あ、オッケー、あーっと。さあ、ここ油断しないで、普通にスピランとして難しいよ、こういうギミックは。かぶるのかな、最後は。3つ目はかぶるのね、オッケー。でも最後の方にさ、いきなりあれ、50コイン、でっかい50コインが最後にブワーってあるみたいなパターンも考えられるから、とりあえずコインの枚数はそこまで気にせずに先に進みたいな、とりあえず。で、ゴールまでたどり着いた時にコインが全然足りてなかったら、もう一回やり方を一から考え直さなきゃいけない、このコースは。ちょっと待ってよ。コインをね、この辺とかも、正直ルート的には別に通りたくないんだけど、まあまあコインがあるからなっていう。ちょっと待った、ミスった、ミスった。ミスったけどいけてるな。あ、逆にこれオンオフ。ああ。ここがダメか。で、これはかぶってこうでいいのかな。こいつに乗ってく感じっぽいな。あ、やったな、これ。多分これやったわ。これ高くジャンプしたらコイン逃しちゃうから、低めにジャンプしてトゲ、はい、これメットキープかな。よいしょ、地味に怖いよなこういうの。下手するとスピランの時間の半分近くこのギミックで終わるんじゃないかっていうぐらい長いけどなこれさあ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 、次のドッスンに交換かな。今度は早かったりとかはせんか。ちょっと待って、あ、下にめっちゃコインある、やった。おっと、すんどかいった。で、怖い怖い怖い、あ、まだあんのか。え、もう14秒しかないんだけど。コイン枚数はどんなもんなん。あ、で、ここか。はい、790枚、6秒。あ、コインはこれでこと足りる。あ、やった、ゴールだ、やったやった、クリアした。おっしゃ、クリアできるとは思ってなかったわ
いや、まずはコース見るぐらいと思ってたけど、意外とクリアできた。やった、わっしゃー、やったねー。